ティースペックチャンネル。はい、タイルチャンネル始まりました。ですね、今回はですね、ちょっと紹介したいのがあります。今年4月に発売した、私が、監修した、アウトドアの、まあ、アウトドアのギア本、タイラのギア本っていうのをね、ちょっと出させていただきまして、でそれがこちらなんです。アウトドアギアマニア、はい、アートテキネクストさんから出させていただいております。お値段が990円、 Amazon、 楽天、まあその他書店でも買えますが、Amazon さんとかですと Kindle とかああいった書籍版もありますので、はい、ぜひ見てほしいなっていうのがあります。で中身っていうのはね、こうキャンプギア、まあいろいろ載ってるんですけど、草薙のグローブとか焚き火台とか、まあいろんな三蔵コムっていうの焚き火台とかいろいろ映ってるんですけども、まあ、中身は、まあ物によったギアによった、本なんですけども、まあ、スニーカー、ファッション、アウトドア、インテリア、いろんなものを紹介しまして、その他お店取材をさせていただいてるんですね。であとはもう一つ言えるのが、一番僕、皆さんにお伝えしたかったのが、まあいろんなアウトドアブランドとか、まあ外さんとか、まあいろんなところあるんですけども、グリップサーニーさんとか、まあいろんなところあるんですけど、それも紹介したいっていうのを、使ってるものとかおすすめのものあるんですけども、対談ページがありまして、こちらで対談ページがモンベルの辰野社長で、あと堀西で有名なオレンジの和歌山のショップの池田社長で、あとは吉祥寺のセレクトショップ G アパートメント大橋さんとの対談っていうのがありまして、こちらね、ちょっとね、本当こういう、まあ何ていうんですかね、いろいろ書いてあるんですけど、まあね、ちらっとなんですよ、こんな感じなんですけど、ここはね、結構ね、読み応えがそれぞれあるんですよね、皆さんのところがね。本当ちょっとね、これをね、ぜひね、本当業界の人もファッションの人もアウトドアだけじゃなく、まあ、ストリートファッション好きな方、モンベルさん好きな方、オレンジさん好きな方、まあ、それぞれの社長と対談させていただいて、で今のシーンであったり、アウトドアであったり、まあ、ファッションもそうですし、あとこれからのアウトドアであったり、どういった風になるとか、まあ、その辺を詳しく対談させていただいておりまして、それぞれのお話聞かせていただいているのが載っております。ぜひこちらね、書店で、あとはもうアディマティックね、アディダスのアディマティックもね、これなんかもまあ去年からいろいろお手伝いさせていただいたんで、まあこれも本当はね、これが出る頃にちょうどよく販売だったんで載せさせていただいたり、まあダーナーとかアシックス、あとはトランギアとか、まあいろんなブランドが、ゼンヤツとか、まあ、シュトゥーシーとかも、ジャクリーとか、まあカシオさんもありますし、アンドアンダーさんもありますね、いろいろなブランド載せております。グレゴリーさんとかモノラルさんもありますし、リベレーターさん、あとはガレージブランド、最近流行りのガレージブランドもありますし、あとはね、武骨なもので言えば、まあ、まあ、はっきり言って見ていただけたら一番分かりやすいかなと思っておりますので、ぜひお買い求めいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。概要欄の方にもね、あの URL でどこに売ってるかとか書いておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。タイラチャンネル、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。